皆さんこんにちは。佐世保市長の友永です。レポーターの諸岡直子です。今回は新しくなる憩いの場、中央公園リニューアルオープンについてお送りします。今回は4月にリニューアルオープンされる中央公園に来ていますが、どうしてリニューアルすることになったんですか？はい、街中の貴重な公有地を有効に活用し、佐世保を象徴する新しい憩いと交流の拠点となることを目指してリニューアルを行いました。リニューアルにあたっては利用者のニーズに柔軟に対応できるように、民間事業者のノウハウを導入した新しい手法を取り入れています。今日は中央公園を運営する平健パークマネジメント株式会社の松尾さんに話を聞いてみましょう。松尾さん、新しくなる中央公園の見どころを教えてください。はい、まずは以前グラウンドだったこの場所が芝生広場になります。通常の公園としての利用はもちろん、今回整備するステージではよさこい佐世保祭りなどのイベントも開催できます。こちらは0歳から小学生までを対象とした子どもたちが遊べる屋内遊び場です。この施設には保護者の方がくつろげる場所や子育て情報の発信スペースもありますので、ぜひ多くの皆さんに利用していただきたいです。天気を気にせず楽しそうな遊具でのびのびと遊べる魅力的な施設ですね。その他にも園内には地元食材を使ったオリジナルメニューを提供する飲食店や、気軽にキャンプを楽しむことができるキャンプ場、市民の皆さんと一緒に作ったツリーハウスなどの遊具で自然を感じながら遊べる屋外遊び場など、さまざまな施設がオープンします。駐車場も新しく整備しましたので、交通の利便性も良くなり、訪れやすくなっています。九十九島の自然をイメージした植栽も各所に配置していますので、季節によって変わる公園の景色も楽しんでいただきたいです。今市では中央公園が多くの皆さんに親しまれる新しいにぎわいの拠点となるよう、これからも事業者や利用者の皆さんと一体となって運用を行っていきます。憩い、親しみ、楽しめる中央公園にぜひお越しください。佐世保でイングリッシュ。 I came to the library for the first time in a long time. Me too. By the way, a good service has startedDigital books? Yes. Oh, that's convenient. That's convenient. で、それは便利ですねという意味になるんですよ。ぜひ使ってみてくださいね。Please try it. See you. 今回のキラッと佐世保はいかがでしたか？番組の感想を送っていただいた方の中から、ナキリスパイスを抽選で5名様に差し上げます。番組へのご感想などをはがきか E メールに書いて、ご覧の宛先までご応募ください。またこの番組をもう一度ご覧になりたい方は、キラッと佐世保で検索してください。お待ちしてます。